もっとゆっくり弾いていってね。たたた、なんて力なの、あの偽物2号。みんな、大丈夫なの？霊夢やロズだけでなし、大賢者のゆかりまで。私の作った空間から、弾き飛ばされるなんて、そんな、あの霊夢もどきは一体何なの？ゆかりにはかなんなら、俺たちにもわかんねえよ。私の姿をしていたけど、あれは化け物だわ。そう見たいね、隙間から弾き出されるなんて。あの隙間に干渉できないの、ゆかり。あの空間は完全にあの霊夢もどきに抑えられてしまったわ。私の境界の能力でも干渉できない。だとしたら、エナやトームの力でも無理だろうな。同質の力だからね、まったく、めんどいわ。魔法の力で異空間に。てか、魔法だって万能じゃないんだぜ。私とマリサ、それにパチュリーの力を合わせたとしても、ね。妙蓮寺のひじりにも頼んでみるか。魔法使いが集結すれば、それに俺もマリサのおかげで多少の魔法は使えるしな。それにしたって難しいぜ。空間の移動なんて高等な技術なんだぜ。とにかく、パチュリー連れて妙蓮寺にでも行ってみるか。その必要はありませんよ、皆さん。いつの間にこんなところに現れたんだこの坊主。